新型コロナウイルスの影響で休園している淡路島の観光施設では、見ごろを迎えた花を自宅で楽しんでもらおうと、2種類の苗を無料で配布しています。一面に広がる澄んだ青。南淡路市にある淡路ファームパークイングランドの丘では、およそ10万本のネモフィラの花が見ごろを迎えています。しかし、新型コロナウイルスの影響で、施設は来月6日まで臨時休園に。そこで、美しく咲いた花を無駄にせず、外出自粛で疲れた人たちに癒しを届けようと、施設の隣にある直売所で苗の配布を始めました。配っているのはネモフィラとポピーの2種類で、1日に合わせて50鉢を用意しているということです。このままお客様に見てもらえずに、刈り取ってしまうのは非常にちょっと悲しいということで、配布するということで、決まりました。苗の無料配布は明日も午前9時から行われ、訪れる際はマスクをつけるなど十分に感染対策をしてほしいということです。